立体の例、球体、角錐、立方体、トーラス体、中空円筒、円柱、円錐、結ばれたトーラス体気化学における立体あるいは中身の詰まった図形は、その表面となる局面を記述することによって与えられる三次元の図形である。立体の表面は平坦、または曲がった面の小辺をつなぎ合わせて形作ることができる。 その表面を形作る小辺が全て平面で、あるような立体は多面体という。様々な立体に対して、それらの体積や表面積を計算するための公式が存在する。より高い次元の図形についても一般に、このような仕方で立体を定式化するのは容易であるから、ここで述べた立体のことを、特に三次元立体と呼ぶこともある。 図形を数学的に定義する方法は様々だが、三次元空間を点の集合と考えるならば、その特別な性質を持つ点からなる部分集合が立体であるということになる。空間幾何学で扱われる立体は、三次元空間の有快な三次元部分空間であって、その境界となる局面が有限個の有限の面積を持つ平面。 または曲面をそれらの境界で貼り合わせたものになっている。ここで集合が誘拐であるとは、それを全て含むような十分大きな球体が存在することを言う。立体の境界上にある点全体のなす曲面をその立体の表面と呼ぶ。立体の表面は空間を二つの互いに元な部分集合に分割し、そのうちで一つも、 直線を含まない方をその立体の内部と定める。幾何学的モデル論における立体は三次元空間の誘拐かつ平な部分集合であって、その内部の平包みが自身に等しいものを言う。与えられた集合がその境界をすべて含むとき完備であるといい、また与えられた集合を全く含む最小の平集合をその集合の完備化というので、先の立体の条件の三つ目は、 立体が三次元空間において完備であることを保証するものである。これを立体の生息性あるいは一様性と呼ぶことがある。この定義のもとでは立体は複数の連結成分を持ちうる。立体の表面が複数の連結成分からなることもある。いずれにせよそれらの面に向きが与えられていれば立体をその表面によって記述することができる。それを 立体の境界表現ということがある。最もよく知られた立体は、その表面が平坦、炎上あるいは球状である。一般に知られた立体の例として、立方体、三角錐角錐,角,錐角柱、八面体、円柱円錐球体、トーラス体などが挙げられる。凸である立体を凸体と呼ぶ。任意の生多面体は凸体である。凸体を ノルムで定義することもできる。ありがとうございます。